技家の剣士とバシレウス。魔法科高校の劣等生とかのラノベが好きだった人族が作ったそんな感じのラノベ作品。主人公はクソ強名門の家の養子になった孤児で、その家には、主人公にゾッコンの妹がいるという設定。その世界では、賢者の石を頭に埋め込むことで魔法が使えるようになるという感じの世界観で、魔法使いは現代兵器無効のマジックバリアを使うので、魔法に対抗できるのは魔法だけということで、警察機関は魔法使いや魔法剣士を育てる高校を作って、その魔法剣士のトップ主人公の妹で、主人公はもう一つのガチャに当たらないとなれない召喚魔法使いの科目に入学するとかそんな感じ。賢者の石を埋め込まないと人間は魔法が発動できないみたいな説明があり、その賢者の石の製法はわからないという設定の後に、脳に賢者の石を埋め込まれた奴らがボロボロいる世界観の設定がだいぶ雑。召喚魔法使いのガチャは人間の女しかなれないがなぜか人間の男の主人公もガチャに当たったという異端児。主人公は剣士家の妹よりも剣術がクソ強だという設定であり、そのクソ強が召喚魔法使いとしてもクソ強でしたみたいな感じのハーレムを拡張しつつ、周りのハーレム候補が主人公を常に持ち上げてくれて気持ちよくなれる漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル